この動画ではカットインミックスの方法をお伝えします。カットインミックスはミキサー部のクロスフェーダーを使い、現在再生されている楽曲から次の楽曲に一気に切り替えるミックス方法です。ヒップホップや R&B、 ポップスなどから EDM までどんなジャンルをミックスするのにも使える方法です。 BPM が大きく異なる曲をミックスする時などにも使えるので、ぜひこの動画でカットインミックスを習得してください。このチュートリアルで使用する楽曲は概要欄の URL からダウンロードできるので、動画を見ながら一緒に操作してみましょう。ダウンロードの際は利用規約をご一読ください。まず楽曲をロードします。ロータリーセレクターを使ってデモトラックエディット2をデッキ1にロードします。読み込んだ楽曲のグリッドがずれているので、グリッドを正しく設定しましょう。以前のチュートリアルではエクスポートモードからグリッドの設定方法をお伝えしましたが、パフォーマンスモードからでもグリッドの設定ができます。グリッドエディットモードをクリックします。楽曲の1小節1拍目に再生位置を合わせてこのアイコンをクリックします。これでグリッドの設定は完了です。次にトラックを聴きながら楽曲が展開されていく箇所にホットキューを使って目印をつけていきます。ホットキューとは楽曲の好きなところに印をつけることで、その印の位置に瞬時にジャンプする機能です。ホットキューの設定方法はパフォーマンスパッドのホットキューを選択しておきます。一度パッドを押すとホットキューの登録、もう一度同じパッドを押すと登録した楽曲のポイントにジャンプします。登録したホットキューを修正・削除をしたい場合はシフトを押しながらパッドを押します。楽曲の展開にホットキューをつけた箇所がミックスポイントになりますので、この作業は非常に重要です。では早速デモトラックエディット2を聴きながら楽曲が展開されている箇所にホットキューを設定しましょう。この楽曲はイントロが2小節、メロディーが8小節、サビ8小節で構成されています。曲のイントロ部分にホットキュー A をつけます。キックが入った3小節目が次の展開なので、ここにホットキュー B をつけます。では次の展開を探します。パッドシンセサイザーなどの音が入ったポイントが次の展開、サビのパートになります。ここをホットキュー C とします。ドラムパターンが少し変わったり音の種類が増える箇所は展開の節目になることが多いので覚えておきましょう。次のポイントを探します。楽曲の終わりの位置にホットキュー D をつけます。これでデモトラックエディット2の準備は完了です。次にデモトラックエディット4のミックスポイントを確認していきます。はじめにグリッドが合っているか確認します。この楽曲はグリッドが合っているのでこのままです。この楽曲はイントロ4小節、メロディー8小節、サビ16小節で構成されています。曲の最初に戻り、ホットキュ A をつけます。イントロ4小節が終わったタイミングが次のパートです。ここでホットキュ B をつけます。直前の1小節分のドラムパターンが変わり、次の展開からパッドシンセサイザーの音が入ったので、このポイントが節目になります。ホットキュ C をつけます。楽曲の最後にホットキュ B をつけます。これで2曲ともミックスポイントの設定が完了しました。それではようやくミックスをしていきます。このチュートリアルではデッキ1のデモトラックエディット2のサビからデッキ2のデモトラックエディット4メロディーにカットインミックスをします。クロスフェーダーはA に振り切っているとデッキ1の音だけ、 B に振り切っておくとデッキ2の音だけが鳴ります。チャンネルフェーダーはデッキ1、デッキ2ともに10の1、クロスフェーダーは A にセットしておきます。トリムもある程度揃えておきましょう。ではやってみましょう。次はデッキ2からデッキ1にもう一度カットインしてみます。いかがでしたか？このカットインはとてもシンプルで EQ やビートマッチングを気にすることなく簡単にミックスができます。ジャンルや BPM が異なる楽曲をミックスする時などに重宝するテクニックなので、完璧にできるまで繰り返し練習しましょう。